どうも、とりちゃんです。突然ですが、僕が一番好きな企画、知ってますか？そう、ソファです。ソファ、もう俺の中での格闘技。あれはね、一番面白いから、やりたいんですよ、僕は。でも、第2回ができてないんですよ。なぜか、それはね、いろんな状況ありますよね、今の時代。濃厚接触がなかなか難しい言うてね。でもさ、共同生活してる人らやったら、できるんちゃうかっていうね、あれが出てきまして。で、まあもちろん見てわかる通り、スタジオじゃございません。清潔感たっぷり。見て、この、シミ。この味がある。そのグループの子たちと一緒にソファをしたいなと思ってます。もう呼び込もうか。じゃあ1人目、ソイ。ふくちゃんです。はい、ふくちゃんが来たってことは、みきちゃんです。はい、はい、譲り合いすな。むいちゃんです。はい、どうもー、みーちゃんです。はい、ひろちゃんです。はい、というわけでみんな座ろう。はい、いや、ついやで。はい、じゅー、こうね、仲良くさせてもらってね、こんなしょうもない先輩をずっとここで飲ませて。いや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 、違いますよ、本当に。僕も抜け駆けはしたくなかった。でも、遊び場さんの方から、どうですかと言っていただいたので、俺は一回ユニフォーム置いて。どうやろ。お前、ふわふわなんか楽しそうにしとるな。解散するんやろ、こんな仲やのに。ああ、そうなんですね。いろいろありまして、解散するんです。しかも、来るわけよ。メッセージ、遊び場とかさ、自分に、ハイチルをどうにか遊び場出してください。とりさ、ハイチルを受け持ってください。なんそれ。だからなんとかこうねじ込んで、ここの共同ハウスでソファーやろうじゃないかと。ありがとうございます。ありがとうございます。共同生活してるもんな。まあ、してます。ここまでは、ここまでは、ここまでは。君なんかどうした？だってお前、そこお前の部屋やって。はい。でも仲良かったもんな。あ、そうです。で、ちょくちょく全然来てるんで、僕は。そうな、はい、遊びにも。解散したらここはどうなんの？まあもう、俺どこに来たらいい？それはもう、お前ら黙り込むなよ。引き受けてくれる体制取っとけよ。もうソファーやりましょうということで、ルールは簡単。1対1でただただソファーから落とし合いと。ただ手は使っちゃダメ、はい、仕掛けるときはまあ役者ですから、はい、せっかくね、技名を言いながら落としましょうよ、はい、今回はね、配置の5人の場と僕は審判とか実況とかなんかしたいなと思ってるんです。だからこっから対戦判定決めていこうかなと思うんですけども、はいはい、グッパで、グッパで、グッパして、グッド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 。お前待てよ、グッドグッドグッドの前のグッドグッドグッドって何ですか？知らん、俺も初めて聞いた。グッド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 パ、グッド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 パ。じゃあ決まりましたよ。はい、第1回戦、ルイとタマヤ。イエーイ、いけ。残念すんなかここ。すごいですね。なんかうっぽんあったら、まあ仲いいからないと思うけど、これね、うん、撮影がいるじゃないですか、うん、僕 LINE で部屋いる人片付けといてって送っといたのに、うん、今日僕が撮影前に帰ってきたんですよ、はいはいはい、30分ぐらい前に、はいはい、来ちゃなかったんですよ。おー、こぼれててなんか汁みたいなのがゴミから、うん、僕が掃除してそれ、うん、僕住んでないんですよ、うん、その色結構ちょっと変な匂いもしまして、俺だけは勘弁してください。俺に対する鬱憤じゃないんだよ。グループに対するやん。じゃあルイから。トマヤがですね、ハイチルハウスから離れて別のとこに行ったんですけど、はい、そこでハイチル愛をめちゃめちゃ語ってるっていうのをファンから聞くんですよ。いなくなってやっぱそういうこと言われると、逆になんか本当に心に来ちゃって。またなんだ。わぁ、泣くの。おい、今来たらショーやよ。よっしゃー。はい、じゃあもう一回戦いくよ。はい、準備はいい？はい、レッツソーバー。うわぁ、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 おい、これ動かさんか。Yeah.
綺麗だよ。すごいやろ、楽しいやろ。ダメだけど悔しいですね。悔しいやろ、肩痛めました。じゃあ2回戦いくよ、リキアとケイト。よし、この2人を もっとみんなにしてほしい。リキは可愛いけどこう見えて男っぽいからな。ケイトはただただ優しい、もう車好きの兄ちゃんです。まあいつも家でイヤホンをずっとつけてる。僕らが声かけても全然答えてくれへんし。結構悲しい。シンプルな悲しさやな。いやケイト特大の池よ。そこトイレなんですよ。うん、トイレやな。もう普通にもう帰るとは出たんですよ。ゲームのしながらやるんですよ。ほらテレビまっすぐだから。そうそう、ここにあるからね。その場も共有したいんですよ、僕は。ケイトのイヤホンのこと言えへんぐらい。2回戦、レッツソーファー。よいよいよ、最強金額になってきてる。最強金額になってきてる。ガンダクシスポーン。こいつやっぱ筋肉エグい。このソファー、このソファー。あれ今ケイト、どっちだよね。どっちどっちだ。どっちだ。わからない。いやでも勝者リキですから。あーすごい、見てる方が熱いわ。熱いわ。じゃあズーリマジでシード行こうか。ヒロキとリケ。まだリケ。うわこれなかなか大変やねん。毎回寝る前にハグしに行くの気持ち悪い。寂しくて、ぬくもりを感じたい。お前、今回イメージダメだ。やばいやばいやばい。いや、いくらでいいの。もうちょっと、食べよう。お前、もうちょっと食べよう。もうちょっと食べた方がいい。いけよ、レッツソーファー。うわー、やばいやばいやばい。決め込んできてるわ、こいつ。何？これ何やろな。浅め？これ何やろ。ひろちゃん。雑魚の中の雑魚を決めなあかんな。最近、まあ、料理した時に、まあ、ヒロキがちょっと遠征中だったんですよ。ヒロキの部屋で寝たんです。で、まあ、久しぶりにヒロキの部屋に行ったら、待って、すごいことよ。これエグい、これエグいよ。エグいこと言うよ。違う違う違う。何、ヒロキよだれ垂れてない。ダメだって。いいじゃないですか、自分の部屋って。疲れてんのかなと思って。疲れてる。まあ僕は心配してます。何があって。俺の部屋にあった新品の具も全部食べて帰って。最悪だ。俺に何やりたい。最悪やない。あったあった。2人部屋なんですよ。うん、ここかね。今一緒に寝てるんですけど、ほぼ毎晩の確率で形しだしてるんですよ。ああ、嘘嘘。ちょっと待ってよ。それ俺なんでさ、こないでくれよ。しかも右なんですよ。そうや、だいたい右。もうええわ、そんな乳首の話。やりましょうよ。ジャボ決定戦決めるからな。いくよ、レッツソーファー。ソーファー、よっしゃ。いやっうわーガーすぐよすぐよザコ。右乳首だ。右乳首、右乳首、一番そうや。やりつちゃうな。ふざけんなよ、マジで。ザコ、最後右乳当たるとか言ってるから絶対使われるから。しょうもない試合が終わったところで最終決戦。まあでもここのあれは結構ありそうっすね。あ、ほんま。一昨日ぐらいにアイロンがないな、ヘアアイロンがないな、バッグとか洗面所の下全部探してなくて、一応ヒロキの部屋見とこうガーデンでヒロキの部屋見たらアイロンがつまって置いてあったんですよ。で、ちょっと触ってみたんですけど、ヘアオイルついてて。出たよ。あれ
被害者。俺の部屋のドライヤーもヘアアイロンもヘアオイルでぬるぬるになる。あれ嫌よな。それはでも一人しかおらんから。もうやってるな。やっちゃったな。なんでちなみに力也くんのアイロンを俺の部屋で。ヒロキのアイロンはいつも借りてるんですけど。あれ今日ないな。あ、持ってってたから。力也持ってたなって。お。言っちゃいました。え、なんで一回ヒロキの部屋に持って行って僕もめっちゃ探したんですよ。だからお前ミステリーやってるお前からないの最近、はい、ファンから DM でリキヤ君最近めっちゃ疲れてます、うん、仕事とかめっちゃ忙しい疲れてますねっていうのを来てたんですよ、はい、まあそれはリキヤがヨナヤがエーペックスやってるんですよ。あリキヤ君に自分のエーペックスのスーパーペーシューみたいなの見せられてあいつ意外と濃いやつやからなでめっちゃうまかったです。最終決戦いくよ。悔いのないようにお願いします。よし、行っちゃってくれよ。最終決戦レッツソファーソファーで、悔いのないように幸せに濃いやつにどんなどんなお前さんなにおお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 ソファーおおおおソファーねプラチナダブルおおおプラチナダブルいけかもしれない。もしかしたら才能あったかもしれない。勝手からわざめ言ってたもん。はい、というわけで相場終わりましたはい、チルノザボはい、ましたけどもね、ちょっとみんな応援してくれてる人たちに言葉をいただけたらなと思いますけど、はい、年下からいくか。はい、はい、じゃあ僕から、はい、たくさん応援していただきありがとうございました。僕たちそれぞれ別の道にはなりますが、ちょっと一緒にこれからも仲良くやっていくので応援してってください。ありがとうございました。はい、今までたくさんの応援ありがとうございました。僕たち、こんな感じですごく仲がいいグループとしてやっているので、はい、見せてないよね、うん、なんかめちゃくちゃやったけどなこのメンバーはもうこれからも何があっても一生懸命やっていく、一生懸命生きていく男たちだと思っているので、はい、ぜひこれからも引き続き温かい目で応援していただけたらと思います。ありがとうございました。はい、はい、ですね、前回遊び場に出させていただいた時にですね、仲いいだけが取り柄のグループみたいな感じのことを言ったんですけども、やっぱ解散という形になってしまって、今後ねハイスクールチルドレンはないですけども、僕らのことをこれをきっかけにしてくださった方がそれぞれを応援してくれたら嬉しいなと思います。今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、チルは解散という形になったんですけども、まあ、僕たちは本当に家族みたいな存在ですし、これから先僕をみんな大好きなんで、よかったら応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。しまる、はい、しまるよ。いやもう静かな話がさすがです。一番年上だと思うルイです。そうですね、僕たちハイスクールチルドレンが解散しても、皆さん心の中にどこ か片隅でもいいので、おい、ちょっと危ないよ、おいおい、心の片隅でもいいので、ハイスクールチルドレンのことを忘れずに、残していただければ本当に嬉しいです。以上、ありがとうございました。この映像はアーカイブズの頃から、もし寂しくなったらここでも見れますから、ね、いろんなところで見れると思いますけれども、はい、これからね、一役者として人として頑張って生きてきますので今後ともこの子たちをよろしくお願いします。じゃあ、はい、というわけでも本当にもう最後です。5人でここでソファやって一番勝ち残ったやつに飯を送るわ。うわー、マジか。レッツソファー。うおー、はい、お前涼しい。